皆さんこんにちは、おゆきです。12月11日、発動給と指定契約のクリアさん恒例です。この動画は2つ編成入れてます。まず1番チェン手動編成ですね、チェンのセミオート編成で、2番が置くだけ簡単攻略になっております。このステージは自動化するのがすごい難しいステージで、まあ、それがなんでなのかというと、まあ、ガチ打ちギミックの、まあ、色をまあ、変えたり、まあ、あと色を変えてくる敵がいたりっていう、まあ、ことがあって、まあ、編成の連動にばらつきがあったりすると、まあ、動画通りにならないってこともありますので、ギミックを知ってる方はいろいろアレンジできると思うんですが、まあ、今回ねこのガチ打ちのギミック初めてっていう方は動画通りにねやってもらうのがいいと思います。まあ、一応ね書いてます。重要なことは右上黒文字で動画通りにマス色変更って書いてるのと、左下赤文字で火力が高すぎてソネミの色変え攻撃が来る前に倒してしまう場合は調整お願いしますっていう風に書いてますね。では1回目、ソネミは色をね変えてくる攻撃をしてくるんですが、まず1回目のこの色変えてくる攻撃はバグパイプに打たせて、バグパイプのマスが黒から白になりました。まあ、書いてる順番通りですね。で次は36分の18、ここソネミ2体目、ここは先ほどヘイト調整でグムを入れておいたので、グムのマスが白から黒になります。で白から黒になったら有流チェーンを配置。ソネミ3体目、ソネミの色変え攻撃はチェーンに行きます。まあ、チェーンにわざとチェーンに当てさせてるっていう流れですね、これは。まあ、チェーンのマスが黒から白になりました。なんでわざとチェーンに打たせたのかというと、ここで自在が出てきますよね。自在は、まあ、今白なんですが、色が変わるマスを通って白から黒になります。でここでホリデーストーム、反対属性なら、まあ、ダメージが多く入るので、自在黒チェーン白っていう風にねあえてしてます。じゃないと自在はシールド張って、そのシールドを、まあ、壊せなかったら大爆発して、まあ、オペレーターがね巻き込まれてしまうってことがあるので、ここはねしっかり反対属性で殴る。シールド割っていきましょう。はい、シールド割れたらチェンのスキルオフ。まあ、一応ねスキルのタイミングとか下のねバー見たら分かりやすいかなと思います。まあ、ここのね、まあ、鬼火なんかは、まあ、そんなに注意することはないかな。まあ、ここは大丈夫なんですが、もうちょっとで目隠しが出てきます。でこの目隠しは1体通してもいいんですが、もう1体は通せないので、そしてチェンの色を変えたいっていうのでここに置きます。チェン白から黒、グム黒から白、自在白チェン黒、反対属性で殴るっていう流れですね。まあ、ちょっと初めての方は何言ってるのかって、あ、ここでシールド貼ったらホリデーストーム、自在がシールド貼ったらホリデーストーム。このガチ打ちのギミック、まあ、今回がね初見っていう方は、まあ、1回でクリアできなくてもいいので、まあ、何回かねトライしてみてください。それでは次は2番の編成です。こちら2番の編成は1番の編成と別の契約を選んでるので、しっかりチェックお願いします。結構連動高めですね。そして水木 S1 特化3度が使ってるので、まあ、こちらは、まあ、育成ができている方向けっていう感じになります。まあ、大多数のプレイヤーには1番の編成がいいかなっていう感じですね。まあ、こちらは特に解説する要素っていうのはないんですが、下の赤文字、まあ、見てもらったらこれさっきと逆のこと書いてるんですよ。火力が高すぎてって1番の方は書いてたんですが、今回は火力が低すぎてソネミの色変え攻撃が来た後に倒してしまう場合は調整お願いします、かっこ1番編成と逆。まあ、これをね何言ってるのかっていうのが理解できる方であれば
まあいろいろアレンジしてもらえるかなとは思うんですが、ちょっとこれを理解できない場合は動画と同じような環境にならないとちょっとアレンジが難しいのかなっていう感じですね。対策としては火力が低すぎて、動画より後にソネミを倒すことで色が変わってしまうっていう場合は、これはよく使う方法ではあるんですが、まあ、例えば高速再配置のグラベルとか、まあ、野党とかを置いて、バグパイプの下のマス、グムの左のマスに、まあ、誘発させて色を変えたくないマスを、まあ、死守するっていうような感じですよね。まあ、例えばグムのマスを今白のままにしときたいんやっていう場合、まあ、ソネミがもう一回遠隔攻撃してくるなっていうような、まあ、HP が残っていたら、あらかじめ、まあ、そのバグパイプの下のマスとかにグラベルを配置してグムに打たせるんじゃなくて、まあ、そのおとり役に打たせることでグムのマスを白のまんまにねすることができます。次は最後のポイントですね。まあ、この下のアイコン、まあ、アイテムのアイコンつけてるんですが、ハテナって書いてるじゃないですか。このハテナっていうのは、まあ、使う場合はもしこのグムのマスが黒だったら使ってください。じゃないと目隠しブロックできないので、もし動画と同じようにならなくて目隠し通り過ぎてしまうって方は、まあ、ここでアイテム使ってグムのマスを白にしてブロックするっていうような流れです。クリアできたかな。まあ、クリアできたらいいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。